昔高校とか大学の頃とかにライブとか自分でやっていて、でまた歌いたいなっていう気持ちが出てきたの で自分で歌ってたらやっぱり昔ほど声出なくなってたりとか、あの昔のキーが出せなくなってたので、あのちゃんと習って、ボーカルレッスン受けてみようかなっていうところで来てみました。あでこの手がこういうふうに音域が広がったかなって自分でも歌ってと思います。あの低いとこはもともと出たんですけど、そこの低いとこもより低いところが出るようになって、高いところもより高いところが出るようになって、音域が広がったかなっていうところと、あと、まあ、今もまだ本当に勉強中なんですけど、結構ピッチがずれるので、そこを先生にあのちょこちょこ指摘していただいて、そのポイントずつ直していってっていうところで今自分でも気をつけながらやっていて、ここはまだあの1年ぐらいかけて良くしていきたいなと思ってるところです。開いてますね。うん、開いてますね。その状態細かいところを気づいてくれたところはもうすごい細かく一個一個拾って技術的な指導をしていただけるので、そこの改善のポイントに関してはその日は治った気分で帰れます。で次家帰ると一旦また崩れちゃうので、また次来て思い出してっていう、まあ積み重ねなんですけれども、全体的にこう歌いながらやっぱりあのおかしいポイントポイントで、あのかなり適切な技術的な指導をいただけるので、そこはすごいありがたいなと思ってます。一度微笑み